そっかじのです今回ねお笑いのインパルスさんっていう2人組がいるんですけどもこの方たちがやっている正確に言うとこのインパルスの片方のちょっとね細い体の方ね名前知らないんですけどもその方がやっている「パーフェクト太郎」をついつい見てしまったんでそれをお話ししようかと思うんですよただネタバレになりますんでね詳しくはお話ししませんこの「パーフェクト太郎」っていうのはあの昔々きびだんごの「桃太郎」ですね この桃太郎をもうちょっと細かく詳しくお話しするとどうなるのかなっていうのをこの名倉さんだったかなまああのインパルスのねこの細い方の解釈を交えながら一つの物語にして作品時間は1時間半ぐらいの朗読劇なんですよねだからステージの上で本を読みながらまあ語ってくださるともちろんねいろんな登場人物に一人数役で声色を変えながら演出してくださるんですけどもこれがね ただものじゃないんですよ以前もね「樹海の2人」っていう映画というかドラマでこれも1時間半ぐらいだったと思いますけどもインパルスさんの演技力にはものすごくね表現力には簡単したんですよすごいいい作品でしたこれがねなんで有名になっていかないのか不思議なぐらいです YouTube のほんと縁も怒りもないところにポツンと置いてあるだけなんで多分気づくことあんまりないと思うんですよねこののインパルトさんってのは確かにギャグや うん、お笑いっていうのはすごくいいんですけどもシリアスななもももののととかかね演出、俳優、脚本をやってもかなりのもんだと思います特に今回の「パーフェクト太郎」っていうのは「桃太郎は実はこんな話でしたよ」って形でねその語りの途中でちょっと涙が出たりね「桃太郎」でですよそれから深く考えさせられたりとかおじいさんとおばあさんの関係とか何で「どんぶらこどんぶらこと桃が流れてきたのかそして「 おばあさんはどんな気持ちで過ごしていたのかおじいさんはどんな気持ちで過ごしていたのか桃太郎は一体どこから来たのかねこれ全てについつまが合うようなストーリー構成になってきてしかもその一つ一つがね現代社会にものすごく継承を打ち鳴らしてるんじゃないかなと思うわけですよひいては人類全体へのメッセージになってるんですよねここまであの桃太郎を広げて解釈してしかもこんなに合理的でね まあ感動を与えてくれる、考えさせられるような作品に仕上がった桃太郎はちょっとね、他の桃太郎のストーリー聞いてもね、思い出せないですね。すごい人だと思います、このインパルスっていうのは。改めて思いました。あの、ぜひね、この動画概要欄に、いつまで残ってるかわかりませんけども、インパルスのパーフェクト太郎をつけておきますので、ご覧いただきたいと思います。もちろん、笑いも多少あるんですけども、前編を通しては、笑えるようなものではなくてね、 涙と感動と矛盾と警告と様々な私たち個人に対してそして社会に対してへのメッセージになっていると思いますあと「樹海の二人」っていう作品ももしありましたらね検索して見ていただきたいと思いますどちらもおすすめですそれでは本日はインパルスさんの「パーフェクト太郎」の感想についてお話し,しましたありがとうございました